こんにちは。日本リエヴァンス協会に所属しています磯村ゆりです。今日はリエヴァンスメソッドを創始開発されたピアノの教育者でありジャズピアニストのリエヴァンス先生について、もう一つはリエヴァンスメソッドの特徴についても少し紹介させていただこうと思います。リエヴァンス先生はアメリカの方で、1960年から70年代に数々のメジャーレーベルでアレンジャー、ディレクター、スタジオミュージシャン、またソロのジャズピアニストとしても活躍された方です。ジャズと一言で言ってもいろいろありますが、どちらかというとあまり小難しくなく聞きやすく、当時大衆受けしていたポピュラーな曲を手掛けてきた方だと認識しています。でその後80年代からピアノ教育の分野で活躍されました。当時はジャズの教育方法がクラシック音楽の教育方法のように研究されたり、レッスンの内容が体系化されたりしていなかったと思うんですけど、エヴァンス先生の作ったメソッドはクラシックピアノを学ぶ過程と同じようなやり方で、初心者の方がピアノを弾けるようになる、内容になっています。ジャズのテイストが強めではあるんですけど、ジャズを含む西洋音楽全般について理論的に理解できるようになる、突き詰めていくと作曲や即興演奏ができるようになる、そういった内容になっています。初歩のうちから楽譜を書いたり、すごく簡単な曲を最初のうちから作曲したり、英語の歌詞で歌ってリズムやフレージングの理解を深めたり、あとはエヴァンス先生がアレンジした有名な曲を弾いたり、しますね。アレンジャーとして活躍されていただけあって、アレンジが素晴らしいんですね。音数が少なくて難しいリズムもそんなに使わず、初級のレスナーさんでも弾けるようなアレンジなんですけど、ジャズらしいおしゃれなハーモニーが入ってきたりして、ちゃんと、かっこよくて、1分くらいの短い曲でもピアノの魅力が十分伝わる曲なんじゃないかなと思います。そういった曲については別の動画で紹介しているので、興味のある方はぜひご覧ください。